全国青い芝の会とは、脳性麻痺者による障害者差別解消、障害者解放闘争を目的として組織された日本の障害者団体。機関し、青い芝。東京都で結成後、1960年代、1970年代に盛んとなった震災欲運動とも結びつき、神奈川県川崎市、横浜市を中心に全国的に活動。 社会運動職の強い求心的な活動で知られ、1977年に川崎駅前で川崎バス闘争を起こしたことで存在を広く知られるようになった。1957年11月3日、東京都大田区の矢口保育園で、高山久子、金沢英二山北厚氏ら約40名が集まり、青い芝の会として発足。発起人の山北厚氏が、 会長に就任する。当初は、脳性麻痺者の交流や、生活訓練、障害児教育などを目的としていたが、次第に、社会運動職を強め、障害者の福祉や、障害年金、賃金などの生活問題、また朝日訴訟に影響を受け生活保護などの問題で、厚生省などの官公庁、自民党、社会党など、各政党への陳情や交渉を行うようになった。 また各地に地方組織も結成された。1960年代からは社会への問題提起を強め、主要メンバーが安保闘争などに参加し、1960年代後半からは震災欲東派との結びつきも強まった。1964年、茨城県新張郡千代田村にあった、単立寺院、環境山岩城寺の住職で革命家を自称していた、 大仏空主導で、寺院内に、マハラバ、村コロニーを設置し、農政麻痺者のコミューンを標榜した。しかしメンバー間の主導権争いが絶えず、また結婚して子を設けたメンバーが将来を不安視して、去っていくなどしたため、1969年に、自然消滅した。また、同1969年、主導者の大仏空が、同志に怪我をさせ、懲役1年となっている。 1966年6月、横塚光一、横田博小山正義、八田隆二らにより、神奈川県で神奈川青い芝の会が発足。実質的な会の中心となり、後年有名になる川崎バス闘争など、先鋭的な実力闘争を展開していくことになる。同1970年5月、横塚光一が神奈川青い芝の会副会長。 会長代行に就任、1972年11月には神奈川、青い芝の会会長に就任した。また1970年代には、障害を持つ胎児の中絶を合法化する内容の優勢保護法改正案反対運動、用語学校義務化反対運動なども行った。川崎バス逃走川崎市内の東急バスで当時、使われていた路線バスの車両を、 電車とバスの博物館保存車両1977年4月12日、青い芝の会を全国的に有名にした川崎バス闘争を起こした。1976年12月、神奈川青い芝の会の事務所があった川崎市内の路線バスで青い芝の会メンバーの車椅子での単独乗車に対する乗車拒否があった。青い芝の会は、 運輸省や東京陸運局とたびたび話し合いの場を持ったが当時のバス車両の使用もあり問題解決に至らなかった。当時のバスは床の高い2ステップバスで車椅子用リフトやスロープ板もなく車椅子利用者は介助者に抱え上げて乗せてもらう必要があり安全上の理由で介助者同伴でなければ乗車が認められていなかった。介助者がいなければ バス運転手が持ち上げて、乗せるしかなく、腰を痛める運転手もあった。この乗車拒否に対し、青い芝の会メンバーの脳性麻痺者60人と支援者の解除者らが、全国から川崎駅前に結集、駅前に停車中の路線バスに乗り込みバスジャックを行った。バス運転席のハンドルを破壊し、車内備え付けのハンマーで窓ガラスを割り、拡声器を出して、 味演説するなどして暴れ、約30台のバスに深夜まで立てこもった。強引にバスに乗り込んだり、解除者がバスに乗せて車椅子の障害者を置き去りにしたり、バスの前に座り込んで運行を止めたり、バス車内で消火液をぶちまけるなどの実力行使に出た。この事件は当時のテレビニュースや新聞など、マスメディアでも大きく報じられ、暴力を伴う、 実力講師には大きな批判もあったが、公共交通機関におけるバリアフリーや乗車の問題に一石を投じた。その当時、障害者介護が一つの社会問題となっていた。1967年8月7日、生まれてから27年間心身障害で寝たきりの息子を父親が考察し、無理心中を図った事件があった。一命を取り留めた父親は、 妻と共に自首した。マスメディアでは、障害者施設がないゆえの悲劇として同情的に報じられ、新障子を持つ親の会、全国重症心身障害児を守る会などが、原型単眼運動を行った。その結果、父親は、心身喪失を理由に無罪となった。そして社会的には、障害者施設の建設による介護者の負担軽減が必要な事件と受け止められた。 しかし青い芝の会にとっては全く違う問題意識があった。介護疲れなどを理由に心身喪失が認められるのならば、障害者にとって生存権の危機であり、自分たちが介護者などに殺されても当然だと受け止められかねないと危惧したのである。こうして自分たち脳性麻痺者は健全者には本来生まれるべきではない人間、本来 あってはならない存在と見られていると認識し、そうした健全者社会に対して強烈な自己主張を行うこととなった。その活動は問題提起を重視しており、対案を要求されると、まず我々の問題提起を人々ががっちり受け止める必要があると主張した。その上で、障害者施設は必要あるであり、その弊害をいかにカバーするかという問題を考えなくてはならないと。 した。1970年5月29日、横浜市金沢区で、母親が介護を苦にして、重度心身障害児の我が子を考察した事件があった。この事件でも母親に同情的な立場から、減刑や無罪を嘆願する運動が起こった。そこで全国青いシワの会は、罪は、罪として、裁くよう厳正な裁判を要求した。この活動から、 全国青い芝の会が注目されるようになった。結果的に母親は有罪となったが、懲役2年の休刑に対し執行猶予3年と、殺人事件としては非常に軽い量刑であった。当時の殺人罪の量刑は、死刑またはむきは可しく3年以上の懲役であり、検察官による休刑の時点から上場釈量されていたことになる。 これらの事件に対する抗議行動により、青い芝の会が広く知られることになった。1972年には、青い芝の会の活動を取材したドキュメンタリー映画、さようなら CP が、原和夫監督により制作された。CP は、脳性麻痺を意味する英語セレブラルポール G の略。この映画には、青い芝の会の会員らが出演し、障害者だからといって殺されていいわけじゃない。 私たちも人間として自由に生き、そして生活を生きたいのですと街頭演説する様子が映された。それまでタブーとされていた障害者の性についても語られ、会員らが自らの性体験を赤裸々に語った。しかしその内容が売春や合姦であったことが語られ、不良仲間に誘われて強姦し、その時初めて自分の性が満たされたと思ったという発言もあった。 また青い芝の会には女性会員もいたが監督が生体験について語らせたのは男性障害者ばかりであったそのため後に女性差別であるとしてフェミニズムの立場から批判されることになるこの時代には日本でもすでにウーマンリブ運動が起こっていたが映画が DVD 化された際の特典映像の対談で原数は この頃はフェミニズムについて意識がなかったと述べている。また、撮影当時すでに横田は結婚しており、原は横田の家庭内でも撮影し、横田の妻と子供も撮影。妻には撮影を拒否されたが、監督は撮り続け、怒りのあまり妻が唇を噛みしめて、口から血を流すシーンが映された。そのため横田も最後は早く撮影を終わらせようとしたが、原の妻から、 横田さん、撮影を終わらせたいなら逆立ちくらいしないとと、と挑発されたという。1973年4月29日には、関西の組織として、大阪府に、大阪青い芝の会が発足した。また、同年9月には、全国組織として、全国青い芝の会総連合会が結成され、神奈川連合会創立メンバーの横塚孝一が、会長に就任した。 翌1974年には、兵庫県、和歌山県、1975年には、奈良県、京都府に青い芝の会が発足し、青い芝の会関西連合会として、全国青い芝の会総連合会の中でも影響力を強めていた。1974年、兵庫県神戸市在住の福永敏久が、映画、さようなら CP をきっかけに青い芝の会へ加入。 1976年に父との確執により、家で一人で青い芝の会神奈川県連合会へ研修に赴き、その3週間後に姫路市で自立生活を始めた。福永は兵庫は青い芝の会の中心人物として、1978年には全国青い芝の会総連合会の常任委員となり、赤堀闘争や川崎バス闘争にも参加した。 青い芝の会は、脳性麻痺者の団体であるが、同会主導のもとに健全者の組織化も試みられた。重度障害者の自立に際しては、健全者による介護は避けられない問題だったからである。だが、青い芝の会は健全者に対する、告発型の運動が中心であったため、会員には健全者への敵対心や警戒心も強く、こうした試みは賛否両論だった。 関西では介助者が中心となり、障害者の手足として協力する団体として、自立障害者集団友人組織関西グループゴリラが組織され、出版部門としてリボン社を設立した。しかしグループゴリラ内でもリボン社専従職員が主導権を握る構図への反発が起き、主導権争いとなった。百七十七年十月十七日には、関西青い芝の会、 グループゴリラ、リボン社三社共同で、緊急アピールを出し事態の打開を呼びかけたが、1978年3月に、全国青い芝の会は、グループゴリラ、全国健全者連絡協議会を友人組織として、認められないとして、除名を通告した。その結果両会は解散し、健全者の組織化は失敗した。重度障害者の多い大阪青い芝の会は、 グループゴリラ解散に反対し、同年3月27日に関西青い芝の会を脱退して、グループゴリラ存続を決定したが、その後の混乱は免れなかった。1982年、福永は全国活動を休止し、西宮市へ転居。1988年、兵庫青い芝の会の活動拠点として、西宮市に半身障害者解放センターを設立。 差別球団闘争を続けながら、姫路や神戸で作業所、デイケアを運営していたが、1995年に阪神淡路大震災で被災。復興活動を行うが過労により脳梗塞で倒れ、3年間寝たきりとなる。2000年に介護保険制度が開始され、神戸市長田区で介護派遣事業所の NPO 法人が設立され、福永が代表に就任。 さらに福永は2003年から支援費制度を用いて、介護派遣事業所の NPO 法人、遊び雲を設立し、現在に至る。1978年7月20日、会の中心人物であり全国青い芝の会の会長であった横塚孝一が死去、全国青い芝の会は再編を余儀なくされることになった。1975年に横塚の著書、母よ。 殺すな、1979年1月に、横田の著書、障害者殺しの思想が出版された。共に絶版となっていたが、縦井は深夜による解説付きの増語改訂版として再刊された。2013年6月3日、全国青い芝の営業会長で、神奈川県連合会会,会長の横田博士が死去。同2013年9月、全国青い芝の会が、 尊厳死の法制化に断固反対する声明を出した2014年4月、全国青い芝の会第8代会長として、福永敏久が就任。2016年7月26日の相模原、障害者施設殺傷事件の発生を受け、全国青い芝の会は、同年8月17日付で、相模原市障害者殺傷事件の見解を出した。事件は、 容疑者個人だけの問題ではなく、地域社会と国の障害者に対しての分離隔離収容政策に根強く残っている優勢思想こそが、この度の事件の誘発要因との見解を示した。その上で、施設からの完全な地域移行計画と、地域生活支援の飛躍的拡充、殺されて良い命、死んで良かったというような命はないとの毅然とした。 メッセージを社会全体で示すことが必要と主張した。2019年、全国青い芝の会の有志である、矢上智子、片岡博士、都市光通る、原田直章が、全国青い芝再建委員会を結成。話し合いの結果、2019年12月31日で、3ヶ月限定の活動停止宣言を行う。活動停止宣言下で、 全国青い芝再建委員会の中で論議を重ね、新たな日本の右生麻痺者協会全国青い芝の会としての姿が練られる。その結果、活動理念は今までと変わることなく、各地方組織が解体され、個人会員制となる。また、各専門部会はなくなり、優勢部門と教育部門を中心に担当制を置くものとなる。 そしてこの間に全国に散らばる全国青い芝の会の元会員に呼びかけがなされ、集った人たちを新会員として新たに出発することとした。2020年4月1日、新執行部が仮に立てられる。会長、矢上智子、副会長、片岡博史、事務局長、原田直明、事務局長補佐、利光徹が就任。この際に行動考慮の見直しが図られ、 1. 1我らは自らが脳性麻痺者であることを自覚する。1. 我らは強烈な自己主張を行う。1. 我らは愛と正義を否定する。1. 我らは優勢思想をもとにした健全者文明を否定する。を仮の新執行部で承認し各会員に通達した。2020年6月に新しい日本脳性麻痺者協会全国青い芝の会の 最高決定期間とされる第一回総会を予定していたが、コロナ禍で延期となる。現在、教育、優勢問題を中心に活動中。ありがとうございます。